114NB はかつてポーランドに存在した鉄道車両メーカーのコンスタルが開発した路面電車車両。車内の一部がバリアフリーに適した低床構造となっている連接車である。ポーランドの鉄道車両メーカーであり、社会主義国家時代の路面電車車両製造を独占的に担っていたコンスタルは1990年代以降バリアフリーに適した。 超低小電車の開発に取り掛かった。1995年に最初の車両となる 112N が製造された後、改良型車両として開発された第2の試作車が 114N である。112N との最大の相違点は、編成が型運転台式の三車体連接車に改められたことで、中間車体の上高扉付近、車内全体の15%が、 床上高さ 340mm の低床構造となっており、車椅子が固定可能なフリースペースが設置されている。それ以外の箇所は床上高さ 890mm の高床構造となっており、双方の間には3段のステップが設置されているが、このステップについても 112n から幅が広くなっているた右側面に寄せて配置されており、往来の容易さが図られている。 車内には暖房が設置されている一方で、冷房装置は搭載されておらず、下記の温度調節は開閉可能な側窓による自然換気によって行われる。電気機器や台車については 112N と同様の機構が採用され、制御装置に電気子直波制御を用いることで回生ブレーキの使用を可能にしており、電力消費量が抑えられている。 1997年に2両が製造されて以降、グダニスク市内を走るグダニスク市電で使用されており、それぞれ1501、1502の形式名が与えられている。製造当初、制御装置はイグブとトランジスタが用いられていたが、初期故障が頻発したことを受けて GTO サイリスタへの変更工事が行われた。また、 1501は2012年にモダトランスによる大規模なリニューアル工事が実施され、全面形状が変更されたほか、座席や側窓の交換も実施された。一方、1502についても2016年から2017年にかけて運転台や座席、車内情報案内装置の更新が行われたが、グダニスク市電発の超低小電車という歴史的価値を考慮して、 車体の改造は行われず、撤去された旧来の部品も将来の胴体保存に向けて保管されている。ありがとうございます。